おはようございます。おはようございます。いい加減配信。無責任 YouTuber、ユーホチャンネルのユーホです。令和5年4月28日金曜日です。対案ですね。明日は私と神さんの結婚記念日なんですけど、今日は娘の、長女の結婚式があった日です。席はもう1年ぐらい前に入ってたんですけど、式を挙げたのがちょうど何年前になるんだろう、5、6年前ですね。なるんですね。もう早いです。私らの夫婦はもう30何年なんですよね。よくまだ一緒にいるなと思うんですけど、まあ、もうほとんど家庭内別居で 他人より冷たい関係ですけど、でもまあ何て言うのか、言葉にならないところでは、まあ何て言うか まだしっかりつながってるのは分かってる。お互いにまあ分かってるんじゃないかと思うんですけど、あんまりそういうこと聞くと怒るんで、何も言わないですけど、今日はちょっとそんな感じの、別にそれがあったからってわけではないんですけど、昨日も、午前中畑して、午後から暇な時間があったんで、Amazon プライムのビデオを見てた、アマプラのビデオを見て、あれも選ぶ、面白いやついっぱいある、タダで見れるんで、まあ、会費は絡むんですけど、まあ、いろんなジャンル見、世界のこと見れますし、日本の邦画も好きなんですけど、昨日は、ちょっと朝っぱらから恥ずかしいですけど、私な、我ながら恥ずかしいんですけど、愛の施術、タオの、奥義みたいなやつを、タオっていうのは、中国の道教の陰陽っていうのは、こう、よく円になってます。こういうの。私がよくこう、ぐるぐる回るわけです。こうやって。プラスとマイナスがあって。で、人間の体にもそういう陽極、陰極。男女はまた逆になるみたいなんですけど、まあ、そこをひ、えー、に、こう、気の流れみたいなのが起きて、循環するっていう。まあ、性の喜びは 高まるってことだと思うんですけど、性っていうのは、離心別の性ですけど、この生きるの方の性ともつながって、まあ、この難しい、神聖の性にもつながっていくと思うんですよね。一番大事なところだと思う。エネルギーの元になっているところなので、大変微妙な世界でもあります。闇もあるので、欲望ですね。むき出しになりますよね。だから、これ本当に難しいんですけど、内容は、まあ、とても良かったんですよ。題名はちょっと不粋ですけど、外国の、あれ、どこ、プエルトリコって言ったから、ブエノスアイレスって言ってたから、南米ですよね、あれ。アルゼンチンかどこですよね、映画だと思うんですけど、女の美女、すごい綺麗な、優しそうな女性がいて、
主人公は、イケメンの男の子でしたけど、お父さんが亡くなって、その、無遊病になっちゃうんですよね。で、屋根の上を歩いて、無遊病してると、その、窓は、月夜の場合に窓、天窓を開けて寝てた、その彼女のベッドの上に落ちるって、そこのとこは嘘くさいですけど、そこからまあ、その、出会いがあって、その女の人は、おばあさんと一緒に暮らしてて、おばあさんがその、なんて言うんですかね、人生を、ヒーラーって言ってたかな、いろいろ、知恵を、の深い人で、二人を見守るわけですね。で、まあ、いろんな対応を試すんですけど、接して漏らさずっていうのが、日本の貝原一軒かなんかの養生君にもありますけど、射精を我慢すると、そのことで寿命も伸びるし、から、その、お互いの快感がどんどん高まっていく。ちょっとこう本当に汗からこんな話していいのかなっていう感じですけど、そういう、81回だかな、出し入れするんですよね、挿入を繰り返す。ゆっくりとか言って、深くとか言ってましたけど、言ってましたが、そうやってやるんですよね。で、なかなかそう、若い男の場合はそういかないから、少しずつやっていくんですけど、80回ぐらい越すと、その、異次元へ行くわけ。別の場所へ行くんですよね。ローマだとか、ベネチアとか、スペインのマドリードとか、その都市へ行って、で、女の人は、その、若いうちからお母さん、親が亡くなったかなんかで、結構、外国暮らししてて、旅をする人で、デザイナーかなんかの仕事してるって言ったかな。とにかく、旅人なんですね。で、そういう街の様子知ってるから、その、行ったことのない、都市の通りのことを言ったりすると、それがそうだっていうので、本当にその、体を抜け出していってるようなね。で、生と死とかいうのはもう本当に切り離せないんですよね。から、まあ、体とその心とか、男と女ですよね。そういうのも、本当に、どう言えばいいんですか、言葉でならないんですけど、対立を超えてるわけですよね。超えるところがあるんですよ。そういう話で、私は儒教の方の孔子とか孟子の方がやっぱり日本の、直接習ったことはないんですけど、少年を追いやすく、学なりがたしとか、それぐらいしか知らないですけど、でも、日本人のその教育の中にはそういうのが流れてますよね。礼儀作法とか。で、老子っていうのはやっぱり、老荘思想っていうのは、ちょっとこう、神秘的に精神世界に近いんで、憧れはあるんだけど、やっぱなかなか難しいです。シャンタンからその老子と、荘子の本を買ってプレゼントしてもらったことあるんですけど、まだ、ちらっと見ただけでとってもとっつけない感じでね、まだ読んでないんですけど、夢では、すごい滝が、ぶわーっと流れてて、花が咲いててっていうところ、記憶があるんで、
81回の太陽を繰り返すっていうの、そういうのはやったことないんですけど、まあそれに近いところはありますが、そういう景色みたいなのは、確かにそういうところはあるんだろうなっていうのはわかるんですけど、まあちょっと欲求不満が高じているようで、朝からこんな話をさせていただきました。失礼しました。で、こういうのが一番理想なんじゃ、だいぶできてきた、まだ完成ではないですけど、ジジババですね。年をとっても生というのはとても大事で、さよならだけが人生なんですけど、いつでも恋ができるんだっていうことをその映画の中で言ってましたけど、置いても枯れずっていうか、枯れてるんだけど、そのお互いのこの何とも曰く言い難い交流ですね、循環っていうのが一番、今の世の中は停滞してるので、いろんなことがで、それを突き破りに、やっぱりそのセックスみたいな、こう突き上げてくる欲望みたいな、それをうまくどういうふうに自分の欲を抑え、見極めながら前方へ、ちょっと技術がいるんだろうなって、そういうところへ私も老教思想、老僧の世界に入っていくのかなっていうふうに、思っております。なかなかうちの奥様とはそういう話はできないんで、でもそういう話がオープンできるような世の中が、もうそろそろ来てもいいんじゃないかって私は思っております。Have a nice day, goodbye. ヨホチャンネルありがとうございました。頑張ってください。失礼します。今日は休みだったんです。バイト。で、ゆっくり、そんな映画を見ました。失礼しました。